んちは日本改革党靴沢です。正幸様、みかん様、武田様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日はですね、午前中先週やった肺がん定期検査の結果を聞きに病院行ってまいりました。ドキドキしましたが再発はなし、よかったよかった。今回はですね、全身と脳みそ、初めて脳みそもやりますって言われた。脳みその CT 検査でしたが頭が悪いって言われなくてよかったよよかったよかった。次は8月にまたドキドキする予定であります。再発したらどうしよう。あと10年生きれっかな、猫飼えねえな、なんてそんな感じでありますね。岸田政権、電気料値上げを閣議了承。これ電力会社、大手7社本当は10社あるんですけれども3社は大丈夫、それを了承した、いいよ上げてもみたいな。西村経産大臣、電力会社の徹底的な経営効率化を求めていくと。無理無駄、無駄がある経営で、値上げさせてくれって言っても、それはダメだろっていう話なんですけれども、了承された値上げ幅は、北海道電力 20.1%、東北電力 21.9%、東京電力 15.3%、私はここだな、15.3%。2万円が2万3000円とか、1万円が1万2000円になる感じかな。北陸電力 39.7%、4割上がるのか、こうきついな。中国電力 26.1%、四国電力 23.0%、沖縄電力36.6%、これ北陸電力と沖縄電力の、とこに住んでらっしゃる方やばいっすね。関西電力、中部電力、九州電力は原発を動かしているおかげか、元から有能で経営がうまくいっていたせいか値上げ申請なしと。一般反応です。宮電は安泰か。名古屋民の Y、高みの見物。中部電力エリアなんでしょうね、名古屋ってね。名古屋はトヨタとかのあっから電力上がると大ダメージですよね。あまり電気代上がると海外に工場逃げ出しちゃうからね。原発を動かさないなら江戸時代の生活で我慢するしかないんだよ。選挙終わった途端、早原発動かせ。ガチで殺しに来てるな。オール電化民は死亡のお知らせ上がるねこれね。オール電化の家に住んでる人はね、インコ飼い始めたから冷房代が怖い。こういう人もいますね。ウサギなんかも暑さに弱いから冷房ガンガンだって聞きました。同じ場所で同じ生活してるけど3年前の3月は2500円、少ねえなこの人電気代。今年の3月は8000円。3年前2500円だったのか、少ねえ。一人暮らしかな。ぐずぐずと原発再稼働を遅らせた自民党が情けないですね。まだ数えるほどしか原発動かせてない。震災から何年経ってって思ってんだろう。12年経ってんだよ。丸12年経っててまだ原発再稼働全部できてない。公明党に足引っ張られてるとか反原発の活動家がうるせえからとか、公明党に足引っ張られてる、慎重に慎重になんて言われてるって言ったってそれ好きでね、公明党に抱きついてっからですよね。原発ないくせに反原発人口が多そうな沖縄は 36.6%、これ払いきれなくて滞納して電気止められちゃって熱中症で行っちゃう人が出るのでは、特に高齢者。沖縄とか北陸も暑くなるよね。別に北陸だから暑くないとこはないよね、暑いよね。原発動かせば電気料金下げられるってことは関電、給電、中部電力が証明済みですよね、これね。その事実をひた隠しに隠すのがテレビ新聞と。原発を動かせば電気量下がるんだよっていう事実を隠す、言わない、ひた隠しにするテレビ新聞。
何も知らないままですね、あの電気止められて世の中恨んで行っちゃう高齢者も多く発生すんじゃないだろうか。真夏に、東京は上げ幅そんなでもねえから、あのあれかもしんないけど、沖縄あたり、まあ沖縄とかだとあれなんすかね、あの真夏でなくても熱中症出るんすかね。今日の兵庫テレビ新聞人殺しこれは自信持って言えます私、安倍総理があんなんだったのもあの煽ったテレビ新聞のせいでしょ。ね、あの何もかも安倍が悪いっつって、あの山上が誤解してね、あなたが貧乏でモテないのは全部安倍のせいって、バカで幼稚でブサイクなパヨを煽りに煽ってたですもんね、何もかもあの安倍のせいぐらい煽ってましたもんね、安倍総理、が総理の時代はね、で、あの菅さんになってちょっとやんだけど、まだ生き残ってましたよね、安倍がっていう連中はですね、あなたがブサイクで頭が悪くて貧乏でモテないのは全部安倍のせいって確かに言ってましたよ、テレビ新聞ね。 LGBT 法案、今日の午前中に自民党政調審議会を通過いたしました。萩生田光一政調会長、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会を実現したい、言語明瞭意味不明、なんだそれって感じなんですけど、何の意味もないことを喋ってますねこの人ね、そんなの実現できたらいいに決まってんじゃんって話。16日午後自民党総務会にかけられ、了承されればすぐに公明党との協議に入る予定。公明党は早く早く早くってせがしてる方でね、急ぐね。総務会っていうのは、自民党総務会っていうのは党の最高意思決定機関の場で、ここで了承された法案事案は党議拘束がかかる模様であります。ここでね、あの賛成で通過したら全員賛成の票を投じないと、処罰があるよというですね、拘束される一般判断です。サミット、サミットって言って何のための法律なんだ。19日金曜日までに国会提出、サミットがなんかあの20日、21、22みたいなんですよ、3日間ね。でね、あの5月21日の日曜日、NHK のあのデモやりたいんですけど、ネット聴取反対デモって言ったら、サミットでピリピリしてて戒厳令でダメですねって警察に言われちゃいましたんでね。でじゃあ28はどうですか言ったらですね、その日はなんか渋谷区でイベントがあって、渋谷の駅前、使えないという話でね。じゃあ6月4日どうですか言ったら、その時はですね、都のイベントで集合場所の公園が空いてない、なんてことで、結局6月11日になっちゃったんですけども、 NHK ネット聴取反対デモ6月11日日曜日午後渋谷でやりますんで、皆様ご参集ください。本当に何のための法律なんだって、サミットに間に合わせなければ、サミットに間に合わせない何のためだって、岸田がサミットであれええ格好したいだけだろうがって話なんだけど、自民の左翼やべえな、議論の進め方が強引すぎて禍根を残す、残すじゃなくて残した、ああ禍根を残したですよね、自民の右と左で分かれた方が良くないか、本当にそう思う本当にそう思う。なんか人数ばっかりいても、でいろんなこと言うやつがいて、なんかまとまりが全然、ダメ。これ政党って考えを同じくする人らの集まりが政党であるべきじゃないですか。自民党全然そうなってないからね。右と左で分かれた方がいいよね。その差別とやらを具体的に言う人が誰もいないという、LGBT は差別されているっていうですね、その差別を具体的に言える人がいない。LGBT が差別されてるんだったら、マツコもミッツもおすぎもピーコもピーターもミワさんもテレビで出ねえんじゃない、テレビ出れてねえんじゃねえ。あと昔から古来より修道なんていうのもありまして、落ち子さんであるとかね、執行部の意向のみで決まるんだからもう部会の意味ないな。今回の最大のポイントはここでしょうね。何もかも仕込まれてて気持ち悪い。女子トイレは廃止の方向かな。安倍総理が健在ならこんなことには。
岸田独裁、もう選挙もいらねえんじゃ。本当なんだよね。自民党ね、いくら反対しようとも、反対意見が多くとも、岸田の一言で全部決まっちゃうんだったら、もう独裁じゃん。まあ、岸田、独裁。これは言われてもしょうがないですね。萩生田政調会長、性自認による差別は許されないが、萩生田政調会長によればですね、性自認による差別は許されないっていう原文がですね、性同一性による不当な差別は許されないに修正したからセーフっていうことらしいんですけどね。性自認による差別っていうと、性自認だと言いたい放題、私は黒人女性でレズですって、靴沢が言っても言いたい放題ですね。あと自認年齢は70歳です、年金ちょうだいって言っても OK ですね。で、差別は許されないって、だけやると、どこまで差別だ、どんなのが差別だ、っていうのになりますから。で、これがですね、性同一性による、これ性同一性を証明、性同一性が乱れていることを証明しなくちゃなんない。不当な差別は許されないは、不当な差別は元から許されてないから、これは不当じゃなくて、不当な差別じゃなくて区別ですってなりますから、性っていうことらしいんですけどね。まあ文言云々じゃなくて、 LGBT 理解増進事業なんていう不必要、今までなかった不必要な事業が始まるのが問題なんですよ、これ。公金収集の元になるしね。当事者たちもほっといてくれって言ってんのに、今までなかった無駄遣いが増える、危険な条例の大義名分にもなるし、ろくなもんじゃないですね。川崎市とかで早速ね、パヨってるとこで早速ね、LGBT、擁護条例とか、差別禁止条例とか作られちゃうよ、これを大義名分にしてね。でね、勝手にですね、差別監視委員会かなんか作られちゃって、でね、そこのメンバーに税金から給料が払われるみたいなことをやられちゃいますからね。誰もが安心して自分らしく暮らせる社会を実現したい。なんだその光り輝くお題目は。そんなの実現できたら誰にとってもいいべってな。誰も反対できねえようなお題目、スローガン、努力目標、そんな誰にが言ってもですね、綺麗に聞こえるスローガンかますのは無意味、無価値ですよ。バッターは球をよく見ないといけないですね、ぐらい無意味。何言ってんだ、当たり前だって話。無駄遣いは良くないですね、当たり前だろうなんて。無駄な使いは、支出は良くないに決まってんだろという話でね。立憲も共産も反省してながら、日本と日本人にとって有害であるっていうのがすぐわかりますよね。ピンときますね。牛耳ってる自治体がいくつかあるから、公金収集が期待できる維新も賛成してるし、国民民主も賛成してるし、部会で多数が反対でも、岸田の一声で部会長一人で強行できて可決できる前例ができました。これでなんでサミットで急ぐんだか知んねえけど、サミットで急がなければもっともっとね、長時間ですね、わーわーギャーギャーやって寝れたのになー。共産党みたいな独裁になっちゃいましたね。自民党は、自民党は独裁政権になっちゃいましたね、岸田の。もう終わりだな自民党もなー。支持率は高いけどね、他よりマシっていう、ただそれだけの理由で。最新テレ朝調査、入管法改正に賛成か反対か。賛成 47%、 反対 24%、不明 29%。 これはどちらでもない、わからないっていう人ですね。一般判断です。テレ朝に不利な結果が出てるね。この件はかなり周知されてるような気がする。過半数超えないようギリギリで抑えたか。本当は50% 以上あんじゃねえのか。不明が 29% って多すぎんだろ。普通の調査では数パーセントじゃん。 8% とか 9% とかね。ひょっとしたら67% ぐらいが賛成で、改正に賛成で、不明が 9% ぐらいだったかもしれないですね。なんせテレ朝のことですから、どんな嘘でも平気でつきますよね。不法滞在者なんだから当たり前やろ。活動家を絶対に許すな。変な思想に止まると入管法改定が極悪非道に思えるようだ。
改正反対は人民か市民、不法滞在者はさっさと帰ってもらう、都合悪い部分を報道しないようにして、これ何年も貯めとくとか無意味。不法滞在者を擁護する人が 24% もいるのか。これも持っているかもしれないですね。テレ朝だから。どんな嘘でも平気でつくテレ朝のことですからね。試験なんですけど、まあ、パヨはがっかりしてんだろうな、この結果にな。あんなに頑張ったのにって。てんてんてん。ストレスで免疫落ちて風邪ひけばいいのにな。LGBT ではやらかしてるが、入管法改正はグッジョブだった。ここはぜぜひひで評価いたします。50歳以上で即送還の昔を知ってる人、不法滞在者なんて即送還だわっていう昔を知ってる人、は改正前まで申請を繰り返して永遠にですね、滞在できるようになってたことを知らないんじゃないかな。民主党がそれこっそりこんな風にしちゃったことを知らないんじゃないですかね。こっそりやってたし、テレビも新聞も隠蔽に協力したからね、報道しない、報道しない、報道しないことで、一つもですね、知らしめなかった。昔を知ってる人、即送還を知ってる人にとっては昔に戻るだけでね、別に依存はないでしょうね。残念ながらですね、即送還じゃなくて2回まで申請できることになってしまいました。外務省の審査期間、難民審査時間期間を短縮すればいいんだよね、これね。人員10倍にして10分の1の期間で審査完了するようにすれば、あれですよね、2回だから、例えば2年かかってたものを2ヶ月で終了させることできますよね。欠陥法律ならね、2回までできちゃうっていう欠陥がある法律だったら、運用でなんとかしろって話ですよ。運用でなんとかしろ。人員10倍にしてもですね、その分施設で保護する期間が短縮できると。そんならば、その収容している経費、もう金かかんだからさ、それ浮くでしょ。ひょっとすると、人員10倍にした人件費以上浮かせることができて、かえって節約できるかもしれないですよね。バカ管理はですね、少し頭使えて、頭を。天下り先増やすことばっかさ、頭脳みその9割使ってないでさ、時間も9割使ってないでさ、バカ管理は頭使え、頭を。最新 NHK 世論調査今日発表、政党支持率自民 36.5%、 維新 6.7%、立憲 4.2%、 公明 2.4%、 共産 2.0%、 民民 1.1%、 令和 0.8% と、共産 2% になったか。なんか政党助成金もらえるギリのとこにいますね、共産党ね。立憲、先月の調査でですね、維新に抜かれて大ショックでしたけれども、一過性のものでなく、これが定着したみたいですね。維新が 6.7、 立憲が 4.2、 ほぼ 1.5 倍の支持あるな。一般反応です。コニタンやっちゃったね盛りかけうな丼が足りないのでは、もっとやった方がいいのでは、これは捏造だ、立憲高すぎNHK が下駄を履かせて 4.2 なら実際には 1% 台、パヨ NHK は寝とうよ自民は嫌で立憲に投票している層がごっそり維新に流れそう。維新が伸びて立憲が落ちるのは確実。二軒バスターの実績あるから維新は支持される。社会党と似たような末路になりそう。社会党の末裔、正式な末裔が今の社民党であります。議員一人だっけ、二人だっけ、福島みずほと沖縄のおじいさんじゃなかったっけ。試験ですけど、NHK 調査に限るとですね、まあ共同とか時事とかも調整ってるんですけど、ここはもっと数字少なめに出るな、全体的に。 NHK 調査過去の調査に限ると、立憲はですね、結党以来最も低い支持率を記載したそうで、記録したそうで、めでたしめでたし、支持率右肩下がりが止まらない。
やめられない、止まらないという感じ。次は 3% 台をお願いします。維新は思想的にはどうでも、大阪府と大阪市でですね、コストカッター、利権バスターの実験があるんで、関西では支持されております。維新が、やるようになってから、大阪でですね、市営バスの運転手が年収1000万円ということがなくなったみたいなんですよね。立憲にはむやみに騒いで、時間潰しと、民主党時代の悪名しかないんで、もう岩盤の共振者しか投与しないでしょうね。野党第一党でなくなるとですね、テレビ新聞が取材に来てくれなくなる。意見を聞きに来てくれなくなるので、ますます減りますね。目立たなくなって。自民は嫌ってそうは、維新に入れちゃうようになるし、実力っていうか、実績あるから。全部、自業自得なんで、仕方がないことであります。公明党支持 2.4% しかないのに、参院比例票617万票も取るんだ。政教新聞の発行部数がですね、550万部なんで不思議ではないんですけど、2.4% つったら40人に1人ぐらいじゃん。40人に1人ぐらいしか支持者いないのに、そんなに取んのかって話なんですね。よく知ってる人、世話になった人が、に投票しちゃうですね。地方選挙、思想はどうでも、言ってることはどうでも、実力ではどうでも、知ってる人に入れちゃう地方選挙が、一員なのかもしれないですね。公明党が選挙に強いっちゅうね。地方議会の公明党議員比率は異常ですもん。これは熱心に座談会やったり、会合やったり、お宅訪問やったりしてる努力の結果でもあるんですけど、公明党議員のね。それやればやるほど、くどく詰めるって言うんだから、議員本人も一生懸命やりますよね。で、知ってる人とか、お世話になってる人に入れちゃうよな、地方の選挙なんかね。これも公明党が強すぎる、原因なのかなって、ちょっとね、思っております。今後はね、思想も、影響してくると思いますよ。みんながみんなネット使える世界になってきますからね。今のですね、有力な有権者、投票してくれる人、地方選挙なんかには、おじいちゃん、おばあちゃんですわね。その人は、テレビとリアルな世界だけが本当の世界ですから、リアルな世界で、訪ねてきてくれるとか、季節のごとに、はがきをくれるであるとか、そんな人に投票したよね。というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。